にちは、ビクタスの川本です。大谷です。本日も用具に関する質問にお答えしていきます。本日は神奈川県20代女性からの質問です。 PSP のスーパーベンタスを使っているのですが、ビクタスからもベンタスが複数発売されたことを知りました。どれがスーパーベントスの後継品ですか。また、性能の違いについて教えてくださいという質問です。TSP のスーパーベントスの、後継品の方は、ベンタスエキストラになります。性能も、全く同じで、名前だけ、スーパーベンタスから、ベンタスエキストラの方に、変わりました。ベンタスシリーズ複数他にあるんですけど、ベンタスレギュラー、ベンタスリンバー、ベンタススティフ、あとベンタスエキストラですね。すべてで4種類、ビクタスの方から、出させていただいております。ベンタスレギュラーですね、こちらの昔の TSP でいうとベンタスベーシックになります。で、ベンタスリンバーの方が、TSP の時のベンタススピンで、ベンタススティフの方が、ベンタススピード。そこら辺の、性能について大谷さんとか少し。じゃあまず最初ベンタスエキストラからいきます。まあスーパーベンタスの後継品でベンタスエキストラが出ました。で、性能も全く一緒 でどんな人におすすめかっていうと、私結構ベンタスエキストラ好きで、安定するのが一番。そう、回転かけるのもミートするのもすごく、まあ、両方同じぐらい。どっちかっていうと力がある人でもいいんですけど、ない人でも回転もかけれてミートもできる。で、結構前陣の前でやるプレースタイルの人におすすめです。で、ベンタスレギュラーは高弾性でテンションがかかってないので全く飛ばないです。なので、まあ、初心者が使うようなラバーなので、まあ、回転を覚えたりするときに万能なラバーがベンタスレギュラーです。はい。ベンタスリンバーとスティフの方はですね、こちらもテンション系のラバーで、高度がやっぱリンバーだと40度ですかね。で、スティフの方が、45度っていう形で、まあ硬い柔らかいってあるんですけど、で、ベンタスエキストの方が、47.5 度。またベンタスの特徴として、誰でもインパクトが強い人弱い人って個人差あると思うんですけど、インパクトが弱くてもちゃんと個性をこう描いてくれるっていうラバーの特徴を持ってますので、どなたでも使いやすいラバーとなってます。で、特にベンタスエキストラに関しては本当にトップモデルに近いラバーなので、本当に高校生から社会人のどのような方でも使えるようなラバーとなってますので、私もおすすめしているラバーの1枚になっています。本日のご回答は以上となります。次回もビクタス用具相談室でお会いしましょう。ご質問お待ちしてます。